グルジョンズは、ポーランド、クヤビポン王子県の都市。ドイツ語名はグラウゲンズ。ワルシャワから北西へ 200km、グダニスクから南へ 100km の位置で、ビスワ川のほとりにある。定住の痕跡は10世紀まで遡ることができる。グラデンクという名前が1222年の文献に残っている。グルジョンズを含むクルマーラントは、1225、1226年。 マゾフシェココンラトによって、ドイツ騎士団がブルー戦を攻撃する見返りに、譲渡された。1230年にはが締結されたとされる。1231年、ドイツ騎士団が城を建設。現在は城壁の跡が残っているだけである。1291年、都市法が認められた。その後数年をかけて市壁が建設された。グルジョンツは14世紀まで、 国物流通の拠点として繁栄し、最初の黄金期を迎える。プロイセン同盟に参加したクルマーラントは、第二次トルンの和訳によって、横領プロイセンに編入された。クルマーラントは、地理的な優位性から、横領プロイセンの政治を主導していく。1522年、グルジョンツで、コペルニクスの貨幣制度に関する講演が行われた。16世紀には、 主工業と交易の一大拠点として栄えたグルジョンツだが17世紀には北方戦争の戦火に見舞われることになる1655年にスウェーデンが占領1659年にポーランドが奪還したが街は完全に破壊されてしまった戦争や内部闘争は続いたが街並みはバロック様式で再建された1772年 第一次ポーランド分割で、グルジョンツを含む地域は、フリードリヒ2世のプロイセン王国に支配下に入る。フリードリヒ2世はここに巨大な要塞を建設した。西プロイセン州の一部となり、マリーエンベルダー県の県ととなった。19世紀、まず、トルント、マリーエンブルクを結ぶ鉄道が建設される。さらに、ビスワ側に鉄道橋が架けられて、 高日ツからプロイシッシュアイラーまでの路線が完成すると、グルジョンツは製鉄、機械、自動車、繊維といった工業で急速に発展した。1880年から1905年の間に人口は17,321人から35,958人に倍増している。1900年には独立市となった。1920年、 第一次世界大戦の結果、いわゆるポーランド回廊の一部として、ポーランドに割譲され、ボモー事件に編入された。人口約4万300人のうち多数派は、ドイツ系住民であったとされるが、この時住民投票などは行われなかった。グルジョンツは文化と教育の拠点となる。ポーランドで最も大きい軍事基地の一つが置かれた。この基地は、騎兵の訓練所として知られた。 ナチスドイツがポーランド侵攻を開始すると、1939年9月3日、ドイツ国防軍に占領され、その後、ダンツヒーコールニシプロイセン帝国大管区に編入された。1945年2月9日、赤軍に包囲され、激しい戦闘の末、3月6日に降伏。この戦闘で市外の約60%が破壊されたという。グルジョンツは、 再びポーランドの一部となり、ドイツ系住民は脱出するか、そうでなくても追放された。ありがとうございます。